ルテシア、s'il vous plaît。小さくても贅沢な車があっていい。パリの小さな高級車、ルノー・ルテシア新発売、ジャックスから。午後の時計はゆっくり進む。キリン午後の紅茶。今日はミルクティー。今週のショービズラインナップ、まずはじめは全米映画興行成績ベスト10、リトルマンテイトで念願の監督デビューを果たしたジョディ・フォスター、ブラックムービー界のヒットメーカー、ダグ・マクヘンリー&ジョージ・ジャクソン、ジョン・ヒューズ最新作で主役を射止めたポスト・カルキン、アリサン・ポーター、往年のスター女優を混ぜる大人の女を演じたペネロープ・アン・ミラー、オーケストラを引き連れカーネギーホールに戻ってきたポール・マッカートニー、結婚後、実生活での愛をニューアルバムに反映させたキャリン・ホワイト、そしてアメリカの最新チャート11月2日付ビルボードトップ10と続きます。この番組は人間の優しさを車に、ライフトギャザー日産自動車グループとアメリカンスーパーライトの提供でお送りします。ショービズ、アメリカンシンプライトボックス新登場。Now it's new 2000。全車 2000cc ツインカムエンジン搭載。さらなる美の存在。新しいシルビア。Life Together 日産です。今週の10位、リコシェ。新作の勢いに押されて、トントンと6ランクダウンのサスペンスアクション。ブラック界のトップスター、デンゼル・ワシントンのセクシーな魅力が光ります。監督、ラッセル・マルケイ。9位、アーネスト・スケアード・スチューピッド。3週目で4ランクダウンのアーネストシリーズ最新作、魔女の警告を無視したばかりにゴースト騒ぎが持ち上がります。8位、レシーブル。5週目を1ランクダウンで持ちこたえたゴールディ・ホーン主演作、コメディークイーンのシリアス演技売り物のミステリーです。共演はホームアローンのジョン・ハード、監督はダミアン・ハリス。7位、リトルマン・テイト。元天才少女スタージョディ・フォスターが天才少年を描くちょっと自伝的監督デビュー作、限定公開ながら検討が続きます。共演はメンフィス・ベルのハリー・コニック・ジュニア。6位、初登場、ブッチャーズ・ワイフ、邦題夢の降る街。公私ともに絶好調の食べ頃女優デミ・ムーア主演のロマンティックファンタジー。800巻の小規模公開で慎重なスタートを切りました。5位、フランキー&ジョニー。3週目で3ランクダウンのダイナーロマンス。スカーフェイスのアルパチーノとミシェル・ファイファーがモアベターな共演ぶりを見せます。監督はプリティーウーマンのゲイリー・マーシャル。4位、フィッシャー・キング。6週目に入ってやや交代したテリー・ギリアム監督の風刺ファンタジー。ロビン・ウィリアムズ、ジェフ・ブリッジスのオスカー候補確実演技が見ものです。共演はアマンダ・プラマー。3位、アザー・ピープルズ・マネー。先週の1位から2ランクダウンの80年代欲望の法則風刺ドラマ。悪徳地上げ屋の横暴に
正義感あふれる美人弁護士が立ち上がります。主演ダニー・デビート、共演ペネロープ・アン・ミラー。2位初登場カーリー・スー。ホームアローンのジョン・ヒューズが久々に自らメガホンを取ったキッドコメディ。食わせ者の親子詐欺師コンビがキャリアウーマンを振り回します。主演ジム・ベルーシ、アリサン・ポーター。1位初登場ハウスパーティー2。ニュージャックシティ、ボーイズンザフッドと今年吹き荒れたブラックフィルム旋風にとどめを刺す脱粉コメディパート2。監督は旋風の仕掛け人ダグ・マクヘンリーとジョージ・ジャクソン。長年クオリティフィルムを生んできたオライオン映画が財政難にあえぐ一方でミニメジャーの新たな星と脚光を浴びるニューラインシネマ。トップのボブ・シェインはまだまだと謙遜しましたが、今週ナンバーワンに君臨したハウスパーティー2のヒットを見ても同社の勢いは否めません。ハウスパーティー2は黒人が主人公の映画としては最大規模の1165巻で公開され、公衆も強力な数字を記録しました。これでハウスパーティーシリーズはミュータントタートルズやエルム街の悪夢同様、ニューラインのドル箱的存在となりました。メジャースタジオ作品がスターの出演料に足を取られ赤字を出す中で、ニューラインはスターを全く起用しない映画で成功を収めてきました。これに対しダニー・デビートを擁するアザー・ピープルズ・マネーは頭打ち。デミ・ムーアの主演にもかかわらず、夢の古町もヒットと呼べる数字は上げていません。さらにミシェル・ファイファー、アルパチーの共演作フランキー&ジョニーも余裕で勝利とはいかず、ディシーブドのゴールディ・ホーンの名前にも観客は騙されませんでした。ドン・ジョンソン、メラニー・グリフィス夫妻の共演作パラダイスもしかり。というわけでスター映画の興行面でのパワー不足を見れば、彼らのギャラの低下も当然と思えます。レジナルドとウォーリントンのハドリン兄弟が手掛けたハウスパーティーは2600万ドルの興収を上げ、エミー賞コメディ部門にも輝きました。そして制作されたパート2もいきなり第1位に飛び込む勢いを見せています。ニュージャックシティ、ボーイズンザフッドの制作コンビダグ・マクヘンリーとジョージ・ジャクソンがまたもヒットを放ちました。ハウスパーティー2には前作の主役キッドン・プレイが登場。さらにクイーン・ラティーサなどが強力に脇を固め、第1作同様楽しめるミュージカルコメディに仕上がっています。さらにパート2にはアフリカ系アメリカ人を見つめるより強固な視点も加わりました。Life is not fair, Mr. Robinson. There are students on this campus who are here only because their parents are rich alumni. That isn't fair. And those students might look at you and think that the only reason you're here is because you're black. And you got a good jump shot. Or you're black, so you can run with a football. Or you're just here because you're black. That isn't fair. We went out of our way to have a scene with a strong African-American professor and a student that cared about one another. We went out of our way to have a strong female role model who cared about an underclassman and would teach her certain things. We went out of our way to show how friends came to rescue people in the end, and to do it in that strong musical dance tradition that also comes from our community. So I think the confluence of those two things, because those are issues in the community, how to make people behave in a more positive way, and using the tools of our community that everyone loves, like dance and music and comedy, was like a natural outgrowth of who we are. 今回監督に進出したマクヘンリーとジャクソンは、映画はアフリカ系アメリカ人の社会を描きつつ、そこにとどまらぬ普遍的メッセージを持っていると主張します。It deals with college. It deals with friendship. It deals with responsibility. And it's really funny and accessible to all people. 先週末公開されたハウスパーティー2で、前作を上回るオープニング成績を上げ、期待通り観客の確かな支持を集めたマクヘンリーとジャクソンの2人は、早くもハウスパーティー3の撮影に取り掛かっています。
Dennis Michael, CNN Entertainment News, Hollywood. 先週末公開され興行成績第2位に輝いたカーリー・スーの小さなヒロイン、アリサン・ポーター。今回初主演を果たした彼女は3歳の時タレント発掘番組で優勝。以来多くの映画に出演してきました。中でもスティーブ・マーチンめがけて王としたバックマン家の人々のワンシーンは多くの人々が覚えているようです。10歳で映画に主演できたらさぞかし嬉しいはず。しかしベテランのアリサン・ポーターの場合には初の主演作カーリー・スーもいつもと同じ仕事の一つに過ぎません。彼女はピクルスの CM に刺激され映画界入りを決意しました。カーリー・スーでポーターは幼い詐欺師を演じています。彼女に騙しのテクを伝授する保護者兼指導者に扮するのがジム・ベルーシです。幸いマコーレー・カルキンと争う必要はなかったものの、この役を熱望していたポーターにとってオーディションは厳しいものでした。Actors that are really good that you've seen before act, you know, it kind of gets, well, maybe I won't get this job because she's here, but, you know, it never really makes me mad.カーリー・スーの監督・脚本を手掛けたのはコメディ映画史上最高の興行成績を上げたホーム・アローンのジョン・ヒューズ。ポーターが第二のカルキンとなる可能性もあるわけです。If Curly Sue is as big as Homo, I'll be very proud of it. I'm really happy so far and, you know, what's, you know, happening with it. And if it does become as big as Home Alone, then that's great.カルキン坊やの出演料が今や100万ドルを突破していることを思えばますます最高と言いたいところですが、ポーターは自分のお小遣いではピザを買うので精一杯と笑います。スターの監督進出が相次ぐ中、オスカー女優ジョディ・フォスターもリトルマン・テイトでその仲間入りを果たしました。最適の素材を見つけた彼女のデビュー作は限定公開ながら今週も第7位で検討しています。子犬に水着を脱がされるコパトーンガールとしてキャリアを歩み始めたフォスター。無礼者が彼女の父はと聞いた時、母のブランディは処女解体と答えました。他ならぬそのセリフが登場するリトルマンテートもまたフォスター同様、シングルマザーに育てられた才能あふれる子供をめぐる物語です。No coffer, it's a plate. Jesus. There is a legacy and a responsibility with the idea of somebody saying to you, well, now that you are, you know, even in kidding, now that you are the legacy of Jesus Christ, so what are you going to show us, you know? Death. There stands death, a bluish distillate in a cup without a saucer.映画の天才少年フレッド・テイトは7歳で大学生となります。フォスターはタクシードライバーなどの問題作で天才と騒がれた後、年相応にエール大学に進みました。自ら出演しない限り監督デビューは果たせないと知ったフォスターは、今回一人で子供を育てる母の役を演じました。And that's okay too. They're just two very separate choices, both of which are entirely valuable and interesting to me. But just two very separate paths, I think. But yeah, I think about having children. Yeah. What kind of mom do you think you'd be? I have no idea. My experiences with being a child actor, and I think what I bring to that is that I learned to see kids as people, very complicated children. I played complicated children. I think that... As a child, I was made sensitive to being a part of the world and being a very complicated and idiosyncratic individual within the world. And so I don't really feel that children are kind of like dolls.
告発の行方でレイプの被害者を演じオスカーを獲得した彼女が来春再び壇上に立つ可能性は濃厚です。羊たちの沈黙で彼女がノミネートされるのは確実と言われています。I'll tell you what, I rented like three videos last night at the video place and they said that if I brought this in I would get them free. Backstage you said that they told me at the video rental place if I brought this in tomorrow I'd get my movies free. And I did. I carried my Oscar in my trunk for weeks actually. It was, I would pull it out, I'd see my friends or something and I'd go, come look in the trunk, you know, and I'd show it to them, make them hold it and it's very heavy and all that stuff. Sherry Sylvester, CNN Entertainment News, Hollywood. But this time I'm in the audience. It lasted about 34 minutes, I understand, the Beatles performance. And so this will be longer. This will be about three times as long as that. ドン・サバティーニ、レナードの朝などに花を添えてきたペネロープ・アン・ミラー、現在第3位のアザーピープルズ・マネーでは深みのあるヒロインを演じ、これまでと違う一面を見せています。そんなミラーに聞きました。これまでどこにでもいそうな親しみやすい女の子役を得意としてきたミラーですが、最新作アザーピープルズ・マネーではタフな弁護士役に挑んでいます。You broke the agreement. You embarrassed me with my firm. You embarrassed me with my client. 往年のハリウッド映画に夢中で、友人たちからマーナ・ロイと呼ばれるというペネロープ・アン・ミラーは、まさにマーナ・ロイが演じそうな今回の役に惚れ込んでいます。It does remind me of a lot of those women roles. And I think that's why women during those days were considered bigger stars or more box office was because that the roles that were written for them were real three-dimensional roles and they were very strong women. Miller's come a long way. ベビースター・アドベンチャーでの変な女の子ぶりが嘘のような大人の魅力あふれるヒロインを決めたミラーは自分でも見違えるほどだったといいます。It was really funny to look at myself and think, wow, that's me, you know, and it was hard to see myself that way.But it was really fun to play her. It made me get more into her character because when you wear clothes like that, you act differently, you walk differently, you have a different attitude. 今回、ダニー・デヴィーとグレゴリー・ペックと共演した彼女は、これまでにもキンダーガートゥン・コップのシュワルツェネッガーなどのスーパースターと顔合わせしてきました。There's always that initial feeling of being a little bit awestruck and thinking, well, I'm talking to Marlon Brando, I'm talking to Gregory Peck.Robert De Niro, but then once you get past that, it's just like talking to another person. But Miller does. Miller はデビートに好意を持ったと認めます。Everybody on Wall Street's gonna know some broad ditch you in. It's so perfect for me. I think that he's definitely a sexy man. He really knows how to look at a woman. He's funny. He's confident.新境地を開拓したミラーは今後も気品ある女性を演じていきたいと抱負を語っています。